皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、皆さんテムってご存知ですか？私ですね、最近夜な夜なインテリア雑貨をね検索してるんですけど、検索してるともう必ずと言っていいほどテムっていうね通販サイトが出てくるんですよ。テムはインテリア雑貨をはじめいろんなジャンルのアイテムがあって、さらに可愛いアイテムがねたくさん売られてるんですけど、あのね安いのよ。そう、お値段がとっても安いの。そう、あまりにも安すぎるからちょっと怪しいななんて思っちゃって、そう、もしかしたら皆さんの中でもね同じようなことを思ってる方いらっしゃいません？はい、ということで今回テムで爆買いしてみたので、そのね購入品を紹介していこうと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、ということで早速紹介したいと思います。まずはこちら、このまま出しちゃいますけど、こんな感じでバラバラになっております。こちらはですねキッチンペーパーホルダーです。そう、我が家はですねキッチンペーパーホルダーがまだなくて、そうなのでね欲しいなと思ってたんですよ。そう、そしたらねテムでねまたおしゃれなの見つけまして、こんな感じでね、あのちゃんとね説明書も入っていて、そう、あのもう説明書見なくても組み立てられそうな感じなのに丁寧にねあの入ってるんですよね。そう、こんな感じで、これステンレスなのでね、こう耐久性もしっかりされてると思うし、そう、これ立派、すごい立派。ちゃんと後ろにこの、あの、ゴムっていうんでしょうか。ゴムもついてるもんね。立派。これだけじゃないのよ。そう、もう一つね、こちらがついておりまして、はい、こんな感じで取り付けました。これ、すごい。もう動くもん、こうやって動くもんね。ちょっとキッチンペーパー実際に入れてみましょうか。では、こちらにキッチンペーパー入れてみたいと思います。なるほど、ここ引っかかる。あ、いや、しっかりしてる。すごくしっかりしてる。こんな感じで。あー、片手でいける。あー、助かる。これがすごくいい仕事してる。これ、すごい。いいですね。なんか締め、えのきだけみたいな。これ、すっごいいい仕事する。素晴らしい。ちょっともう一回やっちゃおう。こうやって引き出しの、で、あー、助かるー。これいいですね。すごい立派なの。ほんとに立派。しっかりしてる。ちょっとこれはあの、後で家族で大切に使いましたっていうテロップ入れますのでね。これ大切に使います、これね。ということで、まずはキッチンペーパーホルダーでした。これすごいいい。お値段以上でびっくりしてる、私。だってすごい値打ちだったもん、これ。いや、なんか、ごめんなさい。ちょっと私、あの、なんかね、ちょっと怪しいなんて言っちゃって申し訳なかったなと思って、もっと早く買えばよかった。これよかった。はい。では次に行きます。まだ一つ目ですからね。そう、爆買いだから。こちら。これすっごく可愛くないですか？お写真で見てて、すごく素敵だなと思って。私あの、大理石調も好きだし、ゴールドも最近、ちょっとあの、お部屋に取り入れてるので、もうすべてが融合された花瓶？あ、花瓶って言っちゃった。あの、フラワーベースって言うんですかね。そう、しかもね、これもしっかりしてるの。プラスチックとかじゃないの。本当にあの、花瓶なのよ。そう。え、かわいいこれ。あの、柄はね、お選びいただけないと思うんですけれども、もうあの、すごく素敵。これね、大中小あったの。で、これ大なんですよ。私もう、もう一個買っちゃおうかしら。もう一個小さいタイプ買っちゃおうかなと思うぐらい。かわいいこれ。素敵。特に何をここに入れるかっていうのは決めてないんですけど、もう、あの、デザインに惹かれて買ってみました。いいですね。もうどこにでもいい感じに飾れそう。うん。あのね、ごめんなさい。今、机の上に置いて思ったんだけど、ガタつきもないの。すごいしっかりしてんの。うん、しっかりしてる。うん。これは立派。すごい。次ですね。次もね、大物。で、これもちょっと大物だから、ちょっとね、買うの悩んでたんですよ、私。そうなんですけど、これもまた立派そうですよ、これ。こんな感じで、ちょっと何かまだわかりませんよね。しっかり包まれてくるもんね。これがですね、ゴールデンダブルレイヤーラックっていうもので、ちょっと組み立てますね。いや、立派だわ、これも。メイちゃん、気になるの？何してんのってね。今からこれ組み立てんの。あ、いい色。いい色。ちょっと色味もね、あの、ゴールド最近ハマってるとはいえ、ゴールドの色味も割と大切ですよね。なんかあの、シャンパンゴールド寄りなのか、でもちょっとあの、
黒い渋いゴールドもあるし、ピッカピカのものもあるし、これはね程よいんですよ。この程よいちょっと薄いゴールドカラー。あらららららら、あらららら、メルちゃん、ちょっとちょっとメルちゃん、ちょっと組み立てますね。組み立てると、組み立てるっていうか、もう何にも組み立てるところなかったんですけど、こういう置物ですね。これも素敵。このゴールドのカラーがいいんですよ。またしかもね、この下にね、このずれない吸盤みたいのもねつけてくださっていて、すごいちゃんとしてる。こんな感じでおこうかなと思って、この心じゃないんですけど、寝室とかに置けたらいいなと思って。素敵じゃない？素敵。これね、高さいろいろありました。いいですね。色がいいんですよ。色がこの色を求めてたの、私まさしく。そう、なんかネットだと色って分かりづらいですよね。そう、でもこれはいい。これすごい興奮してきちゃった。なんかすごくいいものを買えたなと思って。いや本当に安いんですよ。でもなんか元々の値段はしっかりあると思うんですけど、なんか割引してくださって、テムさんって。そう、割引が多くて実際には安く買えるんですよね。そう、なのでよくない？これ気に入っちゃった。うん、これいいですね。で、次はこちらなんですけども、これはフェイクグリーンです。ここにねちょっと入れられたらいいなと思って。もちろんフェイクグリーンじゃなくて、ちゃんとしたグリーンを入れるのもありだと思うんです。グリーンって入れるのもいいと思うんですけど、我が家はね猫ちゃんがいますので、なるべくフェイクグリーンに置くようにしていて、よいしょ。あ、ちゃんともう針金になってて、でこう自分で好きな角度にできるんだ。あー、いいですねこれも。なるほどなるほど、ちゃんといろんなカラーで。もしかしたらちょっと間違えてるかもしれないんですけど、私のセンスが悪すぎて、難しい。これちょっと今こんな感じに置いてみたんですけど、緑が入るだけで全然違いますね。ね、これもう素敵ですよね。これだけでもうインテリアとしてすごく素敵だなと思います。もうちょっとうまくこうやったらまたさらにおしゃれなんじゃないかなと思うんですけど、あ、私の頭にすごい星があるみたい、なんだろう、星が生えてるみたいな。はい、こんな感じで、あ、これいいですね。今日じゃあちょっとこのままもうちょっとずらしてお届けしよう。はい、こんな感じでちょっと今日はこれでお届けしていきたいと思います。次はですね、次もねちょっと大物、こちらです。コーヒーテーブルです。前にもこれとちょっと似たようなものを持っていたんですけど、ちょっと天板がキズキズになっちゃって買い替えたいなと思ってたんですよ。そう、そんな時に出会いまして、これはね傷つかなさそう、プラスチックかな、しっかりしてるんですけど、プラスチックな感じで、で木ですね、木みたいな。はい、でここの縁が立ち上がってくれてるおかげで、こう飲み物とか置いたりとかしてもちょっと安心ですよね。何もないとこう落としちゃったりとか、あーらら、わー、悪さして。そう、この立ち上がりがないとコップとか置いた時にね、パンって倒れちゃったりとかもあると思うんですけど、この立ち上がりがあるっていうのがすごくいいなと思って。立ち上がりっていうワードが合ってるかわかんないんですけど、そう、ソファーの横に置いておいて、ちょっとこうコップ置くとかにもできるなと思って。はい、いい、すごくいい、立派、すごく立派、ガタつきもない、ガタつき全くない、すごいいい感じ。いやもうどれも良くないですか。私なんか紹介していて本当にボルテージが上がってきちゃって、私のこの気持ちのボルテージが、そう、本当にどれもいい、すごい。ちょっと感動してる、すごくて。もうお値段が安いから、そうなので、それにすごく感動してます。ちょっとこれじゃまだまだありますから、爆買いしてますから紹介していきます。戻ってきたの、ありがとう、戻ってきてくれたの。次もねゴールドアイテムなんですよ。一緒に見てくれる？今日メルちゃんのものも買ってあるよ。そのあたりちょっと楽しみにしてて。そう、メルのねおもちゃも可愛いのがあったので、買ってみたので後で紹介します。わー、いいわいいわ。はい、こんな感じの、あ、素敵素敵。なんかプラスチックとかじゃないもんね。なんかねちゃんとした素材で作られてるんですよ。ちゃんとした素材っていうのもちょっと失礼なんですけど、しっか
かりしてる。これがボヘミアンメタルプランターというもので、こんな感じで吊り下げられるプランターなんですよ。我が家ね、ピクチャーレールがついていてありがたいことに、なのでこういうところにかけられたらいいなと思って買ってみました。でも前のお家からずっとずっと一緒にね暮らしてくれているパキラがおりますので、もう唯一我が家の観葉植物パキラですね。そう、そちらをここに入れたらいいんじゃないかなと思って、あんまり低い位置に置いちゃうとメルちゃんがかじっちゃったりするので、高い位置にこれを飾られたら素敵なんじゃないかと思って。あー素敵ー、これもすごくいい。すごいですね。そう、私夜な夜なねインテリア雑貨をこう検索してるなんて言ってたんですけど、だいたいゴールドとか、あと大理石調とか、なんかそんな感じで検索していって、それでね本当にテムのアイテムがたくさん出てくるんですよ。そう、それでずっと気になってて、これもすごい楽しみ。これすごい。次はですね、ちょっと丸見えなんですけど、向こう側がこちら鏡でございます。この鏡がまたすごい立派なの。あ、鮮明、すごい鮮明。ちょっとね見えづらい鏡とかあったりするじゃないですか、ちょっと歪んじゃってるんじゃないのみたいな。いや鮮明、すごく綺麗。さらにここに革紐っていうね、このミラーを買いました。今裏向いてますけど、もうこれこの前泊まった旅館で鏡が、丸い鏡が飾ってあって、あ、これ素敵だなと思って、こういう鏡が欲しいなと思って、もうなんなら私旅館の夜ちょっと夜な夜なインテリア雑貨でね、ミラー丸って調べたらテムのこちらが出てきたんですよ。そう、それで買ってみました。あーこれいい。鏡がねこうサイズがまたいくつかあって、これともう一つこの小さいサイズも買いました。でこれがつなげて飾ってあったら可愛いかなと思って、そうで今触ってみて思ったんですけど、軽いんですよ。そう、重たいとちょっとこう壁掛けするのにどうなのかな、耐久性あるのかなこの壁なんて思ったりもしたんですけど、軽いからいけそう。これピクチャーレールでいけそうなぐらいの軽さです。わー素敵思ってたより素敵。ごめんなさい、思ってたよりってのも失礼ですけど、すごい可愛い。こう2つ飾りたいと思います。なんか寝室もいいなと思うんですけど、ちょっと風水の向きを考えながら玄関にね、玄関もこう入ったところじゃなくて、こう入ったちょっともうちょっと横のところとかに飾りたいなと思います。あーすごい、これよかった。はい、ということで以上がこうインテリア雑貨的な感じのものですね。でここからは小物を紹介したいと思います。まずはこちらミニ傘です。ミニ傘というか小さい傘です。そう、どちらもねすごくコンパクトで気になっちゃって買ってみました。ほんと軽い、これすごく軽いですね。こんな感じ、手のひらぐらいのサイズ感ですね。で薄いです。形的には薄めのサイズ感 でこちらはケースがついています。こういうね、もうこれだけ持ってたらもう傘に見えない。何が入ってるのかなみたいな、メガネかなみたいなぐらいのコンパクトサイズです。これはおーかわいい。これもまたコンパクトで、さらにこれよりもコンパクトですね。ちょっと小さめ、すごい。ちょっと開けてみましょう。しっかりしてる。あーしっかりしてる。あ、大きさもしっかりあります。とにかくね小さくてコンパクトなものがいいんですよね。カバンの中に入れたりとかするときに小さめのものが欲しいなと思っていて、でさらに軽いもの、そう軽いのがやっぱりいいですよね。そう、ちょっとこれ後で閉じますね。そう、こちらもちょっと見せします。どちらも多分 UV だったと思うんですけど、これはここが黒だ、で内側が黒ですね、これね。こんな感じで、よいしょ。メル気になるね。しっかりしてる。これ UV 機能もしっかりありそう。あ、しかもここもすごい助かる。これボタンを押すタイプですね。ボタンを押して閉じるタイプ。たまに挟んじゃって痛いってなる時あるじゃないですか。そういうタイプじゃなくて、押して閉じられるタイプです。あー、いいですね。いや、これもすごくいい。いや、どちらもいい。あ、向こう、あ、先ほどの黒い傘も押して閉めるタイプだ。いや、安かった。これもすごく安かったんだよな。何百円とかで売ってたから、すごいいいなと思って。次は、こちら。
これはですね、ゴールドの置物、キャンドルホルダーって書いてあったんですけど、私はあのこの前ね、あの旅行で購入した溶岩石をね、ここに置きたいなと思って買ってみました。運気が良くなりそうですよね、このゴールド感。うん、でもいいカラー、なんかテカテカすぎなくて、ちょっとこうマットでありながらこうツヤ感があるような、いいカラーなんですよ。素敵。これをちょっと置いてみようかな。次はこちら、携帯ケースです。その今ね、使っているこの私のあの携帯ケースがもうあのバキバキになってきちゃって、この縁の方とかもう手荒なもので、もうあのちょっと重たいもの持つとすぐ落としちゃうんですよ。そうなのでね、バキバキになったので携帯ケースを変えたいなと思っていて、もう私どんだけ最近ゴールドが好きなんていうぐらいね、もうゴールド、これもゴールドにしちゃった。しかもなんかここあのなんかマグネットがくっつくっていうか、これよくありますよね最近。これなんて言ったらいいんだろう、こうマグネットタイプ、後ろにマグネット、あのなんだマグネットタイプです、マグネットがつくみたいななんかそんなようなものを選びました。携帯電話の充電するときも私ここであのマグネットでくっつくタイプで充電してるので、そう、こういうのいいなと思った。これ結構いいですね。ちょっともうすぐに変えちゃうもんね。今13プロなんですけど、あ、いいわ、いい、もうゴージャス感が増したなんかすごいゴールドばっかりどうしちゃったのみたいな感じなんですけど、あ、これいいですね。あ、変えます、こちらから変えます。キラキラ感が増した。なんか私あのテムに斜め掛けできるようなストラップがついてるようなあのものも売ってたんですけど、私はこのちょっとシンプルタイプの方が使い勝手がいいので、これを買ってみました。そう、いろんなタイプありますよね。そう、ポーチみたいになってる感じのもあったし、そういろいろありました。いや、もうなんかテンション上がりすぎちゃって、もう疲れちゃってなんかもう体がついていかない。気持ちはすごい高ぶってるんだけども、体がついていかないっていうね。はい。じゃあちょっと、もうあと残り少なくなってまいりました。はい、なんか寂しいけど、紹介していきます。次はこちら。もう絵を見てね、お分かりになる方もいらっしゃると思うんですけど、靴の収納バッグです。こういう感じの。これ巾着タイプになっていて、ここはなんか不織布みたいな生地かな。で、ここがね、透明になっていて、あの中が見られる感じですね。あのすごくしっかりしてるっていうよりかは、パッと使いたい時、パッと使え、あの気兼ねなく使えるぐらいの、 あの生地感です。でこれはあの最近あのお仕事で靴をね、靴をあの持ち運んだりとかする時が時々あるので、あのこれに入れてあのバッグに入れたりとか、あとスーツケースに入れたりとか、あの靴を入れるものがあったらいいなと思って、こちら買ってみたんですけど、めちゃくちゃ可愛いですね。このプリントされてるかされてないかだけでも全然なんとなく印象変わりますよね。これがあることでなんかすごく可愛いって思っちゃうの甘いって思っちゃ う, そう、スニーカーとかもしっかり入りそうだし、男性ものの靴も入りそうな大きさもあります。なのであの旅行とかに行かれる時にもいいなと思いました。最近ね、海外旅行もあの行けるようになったので、近場だとそんなにこう靴を変えることはないかもしれないんですけど、海外に行った時にはいろんな靴をね持っていかれると思うので、そういう時にもすごくいいなと思います。だからこそこのぐらいあの軽くてあの気軽に使えそうな生地感っていうのもいいなと思いました。これがね、なんと5枚入っております。これもすごくお値打ちでしたよ、すごく安かった。次はこちら、真っ白でちょっと分かりづらいんですけど、こちら、はい、パウダーパフです。もうね、皆様ご存知、あの1分メイクご覧いただいてる方はもう何かお分かりかなと思うんですけど、ビッグパフがテムにも売っていたのでちょっと買ってみました。ちょっと普段使っているものよりかはちょっと小さめ、ちょっと小ぶりでしたが、ちょっとこれもなかなかのビッグパフですよね。そう、しかもね、真っ白ですごく可愛いなと思って、これもあのいずれ登場する日が来ると思いますので、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。はい、でもちょっと小さめかな。どう、でも小さい方がね乗せやすいし、ちょっと使ってみますね。次はこちら、これはメルちゃんのものです。すごい可愛い。これ猫じゃらしセットなんですよ、グレーの。しかもすごい、ここキラキラってなってる。私あのお写真ではちゃんとここ見てなかった。キラキラってなってて羽がついていて、もう全部グレーだもん。で、いろんなデザインがあって、これだとねリボンがついて、こう先に羽がついていたりとか、これは、あー、かわいい。これもね、ふわふわの羽がついてる。そしてこれはリボン、かわいい。すごくかわいくないですか、これはもう
私好みであってメルちゃん好みでもあるだろうと思って飛びついて買っちゃった。これここパールになってる、すごい可愛い。あれメルちゃんどこ行った？メルちゃん、メル、あ、ちょっとなんかメルちゃん旅に出かけたみたいで、あ、来た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 、あ、メルどれがいい？どれがいい？メル、あーすごい目キラキラさせてる。あ、メル来ました。えー、気になる。いっぱいもう全部 4つ持っちゃってるから、もうどれに行けばいいか分かんないね。これで後で遊ぼっかね。え、メルのカラーだねこれね。うん、かわいい。はい、もうあっという間なんですけど最後の商品です。最後はこちら。これはね、もう完全に私の興味本位で買いました。もうどこに使おうとか考えてない、もうとにかく可愛いからもう買っちゃったっていうねアイテムです。しかも思ってたより大きさがあのしっかりあった。もう少し小さいクリップかなと思ったら割と大きかった。こんな感じでパンダのクリップなんですよ。ここどこで、あと、あ、ここか、ここだここだ、こうクリップ、クリップかわいい。確かね、これ1個でも買えたんですよ。でも私はもう欲張って5個入りにしちゃった。そう、なんか 5個欲しかった。本当にどこに使おうこれ。え、かわいい。なんか思ってたよりもかわいかった。もうちょっとなんか小さくて、あのこんなあのかわいいお顔してるなんて思ってなかったんですけど、ちなみにクリップの力としてはそこまで強くないです。ないのでちょっとこうギュッて止めたいってよりかは、なんかこの辺とかにいけるかな、これいけるかな、これこの辺とかにちょっと、いけた。いけた、いける。パンダをこうやって飾ることができる、かわいい。かわいい。こうやってちょっと閉じられるパンダクリップを買いました。これはもう癒しですね。はい、ということで以上テムで購入したアイテムを紹介しました。いや、どれもすっごく可愛かったです。あの、もう私何回も言っちゃってますけど、もう正直お値段が安すぎてなんかちょっと怪しいななんてね思ってたんですけど、実際ね購入してみたら本当にどれも可愛いものばっかりでした。なかなかねありそうでないんですよ、このデザインとか。あの、私自身もインテリア雑貨が欲しいなと思っていろいろ検索していって、で、あの、頭の中にこうイメージしたもの、こういうものが欲しいななんて思って探してる時に、やっぱりねこれだと思うものが大体テムにあるんですよ。あ、こういうのが欲しかったとか、こういうアイテム可愛いなと思ってたっていうのが、あの、このテムのね中で検索で引っかかって必ず出てくるので、そう、なかなかね、あの、買うまでに時間がかかったんですけど、実際に買ってみて本当に良かったなと思いました。そう、あの、この辺りとかもカラーとかもイメージ通りだったんですよ。そう、あの、素材とかもしっかり書いてあるんですけど、実際にねやっぱり手に取って見てないのでちょっと不安だったりしますよね。そう、でも、あの、今回頼んだものは本当に、あの、私の中では思ってたよりもすごくクオリティの高いものばっかりで、すっごく嬉しいです。そう、よかった。すごく嬉しい。そう、私もねよくね知らなかったんですけど、テムはね本当に今大人気の通販サイトなんですよ。なので前からね気になっていたという方はぜひねテムでお買い物を楽しんでみてください。ネットで公式サイトからも購入できますし、あとアプリでもねお買い物ができます。私はアプリをダウンロードしてお買い物しました。そして概要欄のリンクをクリックするか、あとはアプリ内のコードですね、こちらのコードを検索していただければ、なんと合計1万5000円のクーポンをゲットできるんですよ。概要欄に URL を貼っておくので、そちらからぜひぜひクーポンをゲットしてみてください。ちなみにクーポンは24時間有効なので早めに決済までに使ってみてください。ちなみにテムは送料無料で、さらに90日以内返品無料なんですよ。それも嬉しいですよね。そのぜひね、あの、テムでお買い物を楽しんでみてください。はい、ということで少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。はい、本当にね今回ね可愛いものにたくさん出会えて嬉しいです。はい、あの、インテリア楽しみたいと思います。